はい、皆さんこんにちは、今回はですね、この5ステッププレゼンテーションの1番目、ファーストステップ、心を開くアプローチについてお伝えしていきます。あ、これ5ステップなので、この1段目が一番重要なんですね。ここでこけてしまうと、もう上にはいかないんです。なのでこの5ステッププレゼンテーションを身につけるには、まずですね、相手の心を開くこと、これがめちゃくちゃ重要になります。どういうことか、まず基本なんですけれども、心には扉がある。心の扉って開いたり閉じたりとかしますよね。人によってこの人は開くっていう人もいれば、この人ちょっと閉じるっていう人もいれば、話の内容によっても、そういう話だったら聞けるけど、そういう話はしないでみたいな、話の内容とか誰からの話かによって心って開いたり閉じたりするんですよね。皆さんも心が開いた経験とか閉じた経験とかありませんか？そんなことを思い出すとですね、この心の扉っていうのに触れやすくなります。じゃあまずはどうしたらいいか、これですね、研ぎ澄まされること。研ぎ澄まされし人になってほしいんですよ。この人はどういう人なのかな、これは喋った方がいいかな、いやこれは言わない方がいいかな、今相手の話を聞いた方がいいかな、質問した方がいいかなとか、言葉遣いはどうしようか、ちゃんと敬語で使った方がいいかな、いやもうちょっとあえてタメ語にした方がいいかなとか、距離の取り方とか、また服装とかそういうの身だしなみも入ってきます。研ぎ澄まされてほしいんですよね。あの逆の人はね、ボケーっとしてテローとしてるんですよ。この反対 NG なのがこれですよ、 KY、 空気読めない人っているじゃないですか。なんでここでその発言すんのとか、なんでその話そこですんのとか、みたいな人びっくりしますよね。でもね、皆さん安心してください。僕ももともとは割とこっちでした、 KY でした。余計な一言言っちゃったりとかですね、自分の言いたいこと言っちゃったりとかするんですよ。でもそんな人間でもいろいろトレーニングをしたり学ぶことによって研ぎ澄まされし人になれますから、心の扉というものに気づいて研ぎ澄まされること、ね、何を話すべきか聞くべきかとか、あと一応この動画は3分から5分ぐらいってしてるんで、これ本当に全部話すと2時間ぐらいになるんで、かなりショートカットでいきます。もう一度ざっくり言うと、承認することね。承認、人って認められたいんですよ、親に認められたいとか、上司に認められたいとか、奥さん旦那さんに認められたいとか、社長にも認められたいとか、でお客さんにも認められたい、相手を、ね、認めること、承認ること、まあざっくり言うと褒めることもそうですけれども、ここね、じゃあポイント、目に見えないところを褒めることです、目に見えるところを褒めるのはまだまだ三流なんですよ。目に見えないところを承認すること、これがツボとコツですね。最後にもう一つ、はい、これですね、安心感。その営業の人とかと会って、なんで見込み客とか不安になるかって言ったら、無理に売り込まれたくないってことなんですよ。話聞くのはいいけど、なんか断りづらかったら嫌だなとか、無理に進めたら嫌だなっていうので警戒して心が閉じるんです。っていうことは、安心を与えてあげればいい。もちろん皆さんが笑顔で接することとか、あと会う場所、しっかりした場所で会うところとか、身だしなみをちゃんとすること、専門知識を身につけること、これも安心感です。ただもう一つ重要なのは、買う買わないじゃないですよっていうことを伝えてあげること、これがこのポイントです。丸山さん、今日は私のこの商品の話しますけど、採用するしないの話は別として、安心して聞いてくださいね、無理に詰めませんよ、逆に必要ないと思ったら断ってくださいねってね、ちゃんと言葉で言ってあげること、言葉、そうすると相手の不安はちょっとずつなくなって心が開くと思います。もちろん今の安心してくださいねとか、やるやらないは別にしてっていうのも言い方によりますよ。あの焦りながらビクビクおどおど言うと逆に不安になってしまって、ポイントは堂々と爽やかに安心感を与えてあげましょう。そうすると相手の心を開いて次に進むようになっていきます。ではこの次は問題意識を引き出すっていうところについてお伝えしていきます。楽しみにしてください。それでは今回はありがとうございました。